こんにちは。食用アマガエルの心の声です。本日は秋田県大仙市にある麺屋ジュロヘイさんにお邪魔します。どうぞよろしくお願いいたします。麺屋ジュロヘイさんは朝7時から朝ラーをやっているんですね。朝だけにあっさりめに仕上げてくれているのは嬉しいですね。お水はセルフサービスです。アルコールで手を消毒してからお水を入れました。さすが町のつく人気店、有名人のサイン色紙が所狭しと貼られています。店内はカウンター席のみです。夕方の比較的空いてそうな時間帯を狙っていきました。それでは早速券売機で食券を買っていきましょう。お店に入ったらすぐに券売機があるので席に座る前に買いましょう。150円をプラスすると二郎系にできるらしいです。これは他では見たことないサービスです。さあ、私は人気ナンバーワンの塩ラーメンにしました。カエルの女房は人気ナンバー3のラーメンにしたようです。お腹が空いているのでサイドメニューの二郎飯をいただくとするか。社長さんの華麗な手さばきを眺めながら静かに着丼を待ちます。いただきます。まずはスープからいきましょう。これが噂のジュロヘイさんの塩ラーメンか。うまそうだな。湯気があまり出てないところを見るとしっかりと油膜が張っているからでしょうね。メンマはゴロゴロっとした食べ応えのありそうなメンマです。卵は普通のゆで卵のようですね。うまそうなチャーシューをよけて麺をすくい上げてみましょう。麺は中太のストレート麺でしょうか。もちろん自家製麺で、製麺所もこの建屋内にあります。次に撮影に来た時は、製麺風景も撮影させていただけるとのことでした。それでは実食です。うめごどうめごどうめごど。麺の風味もさることながら、この絶妙な麺の茹で加減が程よく固めで私好みです。うめごど3連発もするもんだからカエルの女房が気になって味見に来ました。スープに浮いている糸唐辛子の赤がいい感じのアクセントになっていていいですね。気になるカエルの女房のラーメンを見ていきましょう。
べていくと結構ボリュームありますよ。普通のお茶碗2杯分はあるんじゃないかな。ひき肉についている味がご飯が間違いなく進む味付けですね。これぞご飯が進むくんですね。卵黄とネギとひき肉、もうこれだけでこんなにご飯がいけちゃうんですね。二郎飯、感動しちゃいました。麺屋二郎平さんの営業時間はご覧の通りです。年中無休です。ごちそうさまでした。今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。はい、煮干しとサバがベースのあっさりとした麺も細い縮れ麺となってまして、はい、ラーメンの方が豚骨や香味野菜、丸鶏と魚介混ぜた魚介を、はい、まああっさりとこってみたいになって、ラーメン、塩ラーメンが中太のストレートで、つけ麺の方が結構極太な、全部それをここで機械で全部調整して、もう攻め室で、はい、麺作るとこもあるいや、まだ来ます、まだ来ます行きます。嬉しい、はい、日本ラーメン協会の横に、確かに、はい、ありがとうございます。じゃあまた来ますんで、はいはい、またお願いします。はい、はい、失礼します。ごちそうさまでした。